グルは、ウガンダの北部地域にある都市。グル県の県都である。首都のカンパラからは、陸路で約340キロメートルの位置にある。また、鉄道や、グル空港を使ってのアクセスも可能な都市である。18世紀から19世紀にかけての、イギリス帝国統治下では、北部ウガンダは、南部ウガンダより開発が遅れていた。人々は、軍や警察に志願していたため、 第一次世界大戦や第二次世界大戦の際には多くの市民が戦地へと続いた。1962年にウガンダが独立して以降も貧しい状態は依然として続いた。クーデターが相次いだ1986年末には元軍人らによる反乱グループが乱立したが、翌年ヨーエリムセベニのグループに統一された。 1988年から1989年には、アリス・アウマ率いる反乱軍が成立。アリス・アウマがケニアに逃亡した1990年代には、多くの武装勢力が神の抵抗軍へと流れ、グル周辺は神の抵抗軍に脅かされるようになった。ウガンダ人民民主軍はこれに対して、彼らの残虐さを告発した。1996年に、ウガンダ政府は、 グルの全市民に対し国内避難民キャンプへの移住を支持した。ストギンをはじめとする民間組織は北部ウガンダにおけるこの強制収容所の即時閉鎖を要求した。2007年春からはウガンダ政府と神の抵抗軍の指導者であるジョゼフ・コニーとの間で停戦合意がなされ比較的平和になった。さらに神の抵抗軍は 急速に勢力を弱体化させ、2012年にはわずかに39人が殺されたのみで2500人の軍隊による統治下に置かれている。2012年にアメリカ合衆国とウガンダの赤十字はオープンストリートマップに正確な地図を提供する計画を立案した。アメリカ合衆国政府から無償提供された衛星画像をクラウドを用いながらトレースする。 ことによって作成され、有志によって通りの名称や建物名がタグ付けされた。この計画の目的は成り立っていない統地に資することにあった。欠片の気候区分ではサバナ気候に分類される。アチョリがグルの人口の8割を占めており、宗教的にはキリスト教が多数派になっている。話される言語は様々で、両語スワヒリ語、英語、 ガンダゴ島となっている。内戦が長く続いたため、この地域では最高で、推定200万人が国内避難民キャンプに居住していた。2009年4月にはすべて閉鎖され、人々は元々の村に住むことができるようになった。2009年7月には、キャンプに住んでいたうち145万2000人が、故郷に帰り、残りの十八万八千人が立ち退き中あるいは、 永住とのことであった。ウガンダ人民民主軍と神の抵抗軍の停戦前には1万5千人の子供が夜の通勤者として誘拐されない夜に都市内部へ通っていた。2006年末に停戦されると夜の通勤者の数は減少した。2002年の国勢調査によればグルの人口は11万9430人と推定される。 ウガンダ統計局は2010年のグルの人口を149,900人と推定した。2011年には154,300人と推定した。2014年8月27日には152,276人と横ばいになった。エボラ出血熱の流行グルは北部地域の経済的な中心都市である。 ウガンダ人民民主軍と神の抵抗軍が和平交渉に乗り出して以降経済的にも再び重要になってきた。教育機関としてはグル大学が存在し農業から薬学、ビジネス、紛争解決など様々な教育を施している。北部地域にある二つの公立大学の一つでありもう一つはアルアにあるムニ大学である。 薬学部は国内に数少なく、2015年2月の時点では全国に9つしかないうちの一つとなっている。マネジメント研究所は、カンパラに本部を置くものの、キャンパスはグルに置かれている。病院は3つあり、セ命メアリー病院、グル地域紹介病院、グル独立病院が存在している。また、県の行政組織もグルに置かれている。グル空港が存在しており、 1314フィートの滑走路を有している。エンテベ国際空港に次いで、ウガンダでは2番目に大きな空港となっている。トロロからパクワックを結ぶメートル機の鉄道が1993年まで用いられていた。その後、地交代鉄道コンソーシアムが線路上の植生の除去と鉄道施設の修理を行ったため、 2013年9月14日に20年ぶりに再開、隣国ケニアのモンバーサまで輸送することができるようになった。この路線は公式にはトロログルパクワック線と呼ばれており、地考対線とも呼ばれている。サッカークラブのグルユナイテッド FC が本拠地を構えており、ペセボーメモリアルスタジアムは3万人収容のスタジアムである。 英国統治時代の1959年に建てられ、最近になって破壊され、使用されていない。もともとは、水道と電気が通っていたが、これも、現在通っていない。かつては、ウガンダカップ等の大会を行っており、地域の学校のスポーツ大会等も行われていた。グルケント教育省は、スタジアムの修復を計画しており、払い下げも計画している。 500万人から600万人の視聴者がいるとされる、チョイス FM をはじめとする複数のラジオ局がグルに存在している。タクスセンターはグル唯一の文化施設である。巨大な芝生があり、地元の人々が結婚式や調ョリの踊りなどの文化活動を行っている。グル及びその近郊にある施設、ありがとうございます。